皆さんこんにちは。知の種の認知症予防動画です。今回はデイサービスで最も人気が高い間違い探しです。空間認識能力と集中力を鍛える効果があると言われています。画像が左右に並んで表示されます。左右の画像で3箇所違うところがありますので、どこが違うのかを当ててみてください。問題は全部で5問あります。回答時間は80秒です。全問正解を目指して挑戦してくださいね。それでは早速始めましょう。1問目です。動物の置物です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、豚が持っているハートの色が青色に変わっていました。2つ目は、豚のお腹の黄緑色の水玉模様が消えていましたね。そして3つ目は、右の猫の口元が変わっていましたよ。時間内に見つけることができましたか？かわいい置物の画像でしたね。それでは次に行きましょう。2問目です。お花いっぱいのお茶会の画像です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず1つ目は、ここの葉っぱが消えていましたよ。2つ目は、右上の赤い花が消えていました。そして3つ目は、右下のスプーンが消えていました。
見つけることができましたか？たくさんのお花に囲まれたティーパーティーのようですね。紅茶がよく似合いそうですね。3問目です。海鮮丼の画像です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、わさびの量が増えていました。これは辛そうですね。二つ目は、飾ってあるお花の一部が消えていましたよ。そして三つ目は、中央のカニの身が消えていましたね。さまざまな具が乗った美味しそうな海鮮丼ですね。見ているだけで食欲をそそられます。4問目です。お寺の画像です。違うところを3箇所探してください。答え合わせです。まず一つ目は、右側のポスターが消えていました。二つ目は、駐車スペースのここのラインが消えていました。そして三つ目は、右側の松の木が大きくなっていましたね。時間内に見つけることができましたか？それでは最後の問題です。2匹の犬の画像です。違うところを3箇所探してください。
答え合わせです。一つ目は、左の犬の首輪が消えていました。二つ目は、右の餌の一部が消えていました。三つ目は、机の木目が変わっていましたよ。餌を待っているのでしょうか。お行儀よく待っていますね。可愛らしい2匹の犬の癒される画像でした。以上で問題は終了です。この動画で使用した間違い探しは知の種のホームページで無料プリントとして配布していますので、そちらもチェックしてくださいね。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。